はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。じゃあね、4月7日金曜日のね、予想をしていきたいと思います。まずね、注意点、2つありますね。1つ目はね、パリーグがオリックス対ね、日ハム1試合しかないので、残りのね、4チームはね、絶対に選ばないでください。あとセリーグなんですけど、横浜スタジアムとね、甲子園の天気がね、まあ微妙なんですよね。で、甲子園の方は夕方ぐらいから止む予定で、横浜は夕方ぐらいから雨の予定なんですけど、まあ両方ね、微妙な感じなんで、僕はね、まあ今回もこの横浜スタジアムと甲子園の選手も選ばないでおこうと思います。なので、マツダスタジアムのカープ対巨人、あとオリックス対日ハムの4チームの中から選んでいこうと思います。じゃあね、早速キャッチャーから選んでいきます。じゃあね、まずキャッチャーからなんですけど、オリックスのね、森さん選びました。本当はね、坂倉さん選びたいんですけど、今日ね、坂倉さんスタメン外れてるんで、まあちょっと怖いんでね、森さんを選びました。で、ファーストがね、マクブルームさんで、対戦投手がね、ビーディーで、前回ね、結構アンダー打たれてたんで、まあ、ちょっとね、入れてみました。で、セカンドはね、同じくカープの菊池選手、今ね、1番打ってて、まあ、そこそこね、打ててるんで、明日もね、やってくれるかなということで、セカンド入れてます。で、サードが岡本さんなんですけど、前回ね、大瀬良さん見てたんですけど、ストレートがね、めちゃくちゃ走ってて、調子がいいんですよね。なので、巨人の選手、まあ、入れたくなかったんですけど、やっぱりサードね、やっぱり一発があるっていうことで、岡本さんを入れてます。で、ショートがね、坂本さん。ショートがね、レギュラーでね、完璧に出るって選手がなかなかいなくて、カープのね、小園さんも今日外れてましたし、なんでね、ちょっと坂本さんの、まあね、一発に期待してというか、まあね、選びました。で、レフトはね、松本さん、対戦投手がね、宮城さんということで、左ピッチャーですし、松本さんはね、ずっと調子がいいのでね、選びました。で、センターがね、秋山さん。秋山さんずっと、まあ、カープの中ではね、調子良くて、明日のピッチャー BD なんで、まあ、ちょっと打ってくれるかなということで入れてます。で、ライトがね、野間さん。野間さんがね、ちょっと前にね、村上さんのね、打球をエラーしてね、ちょっと話題になったんですけど、その次の日からね、ちょっと打ち出してるんで、ちょっとね、期待しようかなと思ってます。で、野間さんね、調子がいい時はね、めちゃくちゃ打つんで、まあね、調子の波が激しいタイプではあるんですけど、ちょっとね、調子がね、上向いてきてるんじゃないかなという予想で、今回ね、入れました。で、指名打者がね、オリックスの中川さん。めちゃくちゃね、今調子良くてね、センターで選ぼうかなとは思ったんですけど、まあ、秋山さんもね、調子いいので、中川さんもね、指名打者の方にしました。はい、最後にね、今回入れようか迷った選手をね、紹介していこうと思います。まずね、キャッチャー坂倉さん。スタメンで出るんだったらね、坂倉さん選びたかったですね。多分ね、出るとは思うんですけど、ちょっとね、リスクがあるんでね、選びませんでした。ファーストでね、中田選手。まあね、大瀬良さんちょっと調子がいいんですけどね、中田さんも調子がいいんで、まあ選んでもね、いいと思います。あとセカンドもね、吉川さんとかね。で、サードはね、日ハムのね、野村さんとか、結構おすすめだと思います。センターで、ブリンソンさんね、巨人の、めちゃくちゃ今調子いいんでね、選んでもいいと思います。あと、ライトはね、まあ杉本さんとか、選んでもいいと思います。じゃあね、今日はね、これくらいに終わろうと思います。じゃあね。